Hi, everyone. This is t k アメリカ・ペンシルバニア州にフィラデルフィアという場所があります。そこのビルの管理人をしていた男性に起きました。2009年8月15日午前2時45分、真夜中です。彼はそのビルの管理人をしてるんですけれども、そのビルは実はもう取り壊しが決まっていたんです。いくつか会社は入っていたんですが、みんな引っ越しの準備をしてる段階だったんですね。 で管理人としては少しあの機械が置かれていてその機械が使える場所があればそこに使ってもらおうということで少しメンテナンスをしながらそのビルの様子を見ていたわけですこの夜は夜中屋上にある変圧器を見に行ってたんですねそこには少し小屋が立ってて電圧線とかいろんなものが置かれてたんです最初は気づかなかったんですがその小屋のそばに 変なものが立ってるとえっと思って見たとたん彼がその小屋のドアを開けたとたんその変な生き物が中に入ってしまったんですその小屋の中に彼は懐中電灯を持って恐る恐る中を照らすとなんとカマキリでした巨大なカマキリで彼の背丈と同じくらいのカマキリだったそうですこのようにカマキリ型生物これトウキが描いた絵なんですが これに遭遇したっていう報告がたまに上がってくるんですねで、1メートル70センチある彼の身長と同じぐらいのカマキリが2本足で立ってたって言うんです淡いブルーの青い瞳をしたカマキリの目が美しくって思わずこう見つめ合ってるんですけれども急にそのカマキリはバンバンと足を踏み鳴らしでキーキーと感高い声で鳴き始めたんですねパニックになっているように見えたそうです で彼はドアの前に立ってたためカマキリが逃げられないと思ったのかパニックになってるんです。それでもう両手を上に上げて懐中電灯も上に上げて大丈夫、僕はあなたを攻撃しないっていう風に一生懸命ジェスチャーで、まあ、伝えてですね後ろに後ずさりしたんですするとカマキリは早速逃げようとしてこっちに向かってくるわけですね。で、振り返ったそうです。カマキリが振り返って彼を見たときに 彼は思わず笑い出したんです。その様子が子供が振り返るような感じだったんでプッて笑ったんですねするとカマキリの目の色が変わって気分を悪くしたように怒ったような雰囲気だったんであごめんごめん笑うつもりじゃなかったからって言ったらカマキリは逃げていったそうなんですけれどももしかしたらお礼を言ってたのかもしれないお授業してくれたのかもしれないとは言ってるんですけれどもそのまんま彼はビルに 残ってて朝方少しし事務作業していたんですねするとなんと窓から先ほどのカマキリがこちらをじっと見てる。であまりにもよく合うので「君はさっき逃げなかったのかい?」って話しかけてるんですね。でその次の日になるまでまたカマキリは出てこなくなったんで、まあ、やっぱり逃げたんだなと思って次の日は彼はバケツの水を汲んできて。 その屋上をこうその小屋をモップ掛けしてたんですねその小屋に置かれてる変圧器などをもう業者が取りに来るっていう日だったんでモップがけしてたわけです。でそのバケツの水をまた入れ替えようと思って流しに行ったらなんとバネが2つ綺麗に置かれてたっていうんですね。できっとあのカマキリがお礼を言いに来たんじゃないかって彼は言ってるんです。あるいは もしかしかかたたら危危険険が迫っていてていそののを伝えてくれたのかでも特に危険なことはなかったそうなんですけれどもこれと同じようなカマキリにあったっていう男性がいて最近なんですねこれは2021年に起きたと言われておりましてイギリスです早朝彼が家に帰るため歩いてたんですね犬用の餌を保管する倉庫で働いていた彼その日は12時間のシフトを終えて 歩いいてて家に帰っていたんです頭上に突然明るく輝く物体が現れてそれはオレンジ色に光ってたそうなんですが5秒間その光に照らされたってうんです怖くなって早足で歩いてたらなんといつの間にか目の前に巨大な緑色の生物が立っていてそれがカマキリだったらしいんですが。 身長が1 8 0ンチの彼よりもだいぶ大きくって2メートル超えてたって言うんですが見上げたって言うんです彼は思わず見上げてうわって大きな声を立ててしまったって言うんですけどもじーっと見た後そのカマキリはふーってこう2メートルのカマキリが空に浮いてどん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 上に行ってやがて消えていったって言うんです。 だから彼が言うにはきっと宇宙人が姿を変えて出てきたんだっていうんですねきっと先ほどの,その光は UFO でそこから降りてカマキリに変身して自分の目の前に現れたんだとでなぜ彼の目の前に現れたのかはわからないんですけれども。 それか現れるつもりはないんだけれども宇宙人としては隠れてるつもりなんだけれども思わず彼の目にカマキリのように見えてしまったのかもしれないんですけれどもでこのようにですね人型のさらに自分たちよりも大きなカマキリがいるっていうのがですねちょっと怖いなと思うんですけれども、まあ、もしあの遭遇したらですね時多分腰抜かすと思いますねおっと思って。 まず昆虫って自分たちよりも小さいっていう印象しかないんですが昆虫が大きくなったら人間なんて生きていけないとちょっと思いましたねまあ、皆様は今回のお話どう思いましたでしょうか今回はカマキリ型生物2つのお話をしてみましたもしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい